どうもゴリラパンティです。今回は第1回超絶神おま選手権ということで、先日ツイッターの方でこういうツイートをさせていただきました。僕が今この画像につけている長身にスロさん、まあなかなかの神おまじゃないですか。ただしこのリプランを見るとそうでもないことが分かりました。自分でツイートしといてまさかこれ以上のご席が、いやあるのはしてたんだけどね、あるのはしてたんだけど、いやまさか、いやそこまでとは思わなかった。このようにこんなものが存在していいのかってぐらいのご席が大量にあったので、それを今回は紹介したいと思います。もしかしたら神ご席すぎて体調が悪くなったり、逆にモチベが上がったり、もしかしたら人によってはモチベが下がってしまう可能性もあるので、ここからのご視聴はご自身の判断でお願いいたします。はい、それではまず一つ目、ペコチャンネルさん、あと YouTuber さんからいただきました。攻撃さん、アイテム使用強化2、スロット3と。いや、マジで強いな、これ。で、何がやばいって、攻撃さん、スロットさんは割と効くんですよね。効くんだけど、さらにそこにアイテム使用強化が入ってくると。アイテム使用強化っていうのは、単純になんか種の時間とか、バフの時間が伸びたりするので、いやこれねマジで強い、本当に強い。はい、続いて金太アットオカピさんの投稿ですね。攻撃3 KO 術2スロ3、やばいわこれは。これチャークにマジで欲しい。攻撃3、まあ2スロが3つで、 KO 術も2スロだから5つ、でスロ3が1つ空いてると最強です。はい、続いてはクダギツネさんから、見切り3早食い1スロ3 1つ、スロ1 1つと。これも強いですね。見切り3スロ3も攻撃と同じで、攻撃3スロ3は結構見るんだけど、この見切り3プラス他のスキルプラススロ3っていうのはなかなか見ないですね。はい、続いてはカネヤンさんからいただきました。見切り3砲弾装填1スロット3スロ1と。いやこれも強いですね。会心を積みたい、まあ、チャークかガンランスでかなり使われるんじゃないかなと思います。釜飯炊きたてさんからいただきました。納刀術3のり名人1スロ3スロ2最強です。これもいやめちゃくちゃ強いね。なんか太刀の最強装備を組むのに、納刀術にスロ3スロ2が必要みたいな感じになったんだけど、その上があるとは思わなかった。太刀使いの人はこれ狙っていくしかないですね。はい、続いてノアさんで合ってるかな。納刀術に弱点特攻にスロット3と。あの強すぎますこれは。あの最強を超えた最強のその先のその先ぐらいにいるねこれは。マジで2本買えます。お、ミッツーさんでいいのかな。ドンキ使いさん耳栓にスロ3スロ2、あの僕にください。これ強いな。続いてホタテオさんもこれ強いね。ドンキ使いさん気絶耐性1スロ3スロ2か。いやーマジで羨ましいわ。はい、続いては水木さん、ドンキ使いさん流属性攻撃強化にスロ2スロ2スロ1と。強いなー、シンプルに強い。これドラグルヒールとか竜属性チャージアックス、まあ竜属性のドンキ運用だったらマジで最強レベルですね。続いても水木さんなんだが、ドンキ使いに挑戦者さんスロー2が1つスロー1が1つ、強いねー。これ挑戦者積むなら最強の5席なんじゃない。僕にください。はい、続いては高速変形の神おまになるんだけど、まあ高速変形ってオロミド頭があるからちょっと採用するか迷ったんだけど、まあとりあえず、まあ、結構すごそうなのがあったんで紹介していきます。まず1つ目、秋さん高速変形3広域化に
スロ3スロ2強いね。これは本当にオロミド頭がなかったらガチで採用レベルだな。続いてお風呂さん、高速変形3、ドンキ使い2、スロ2スロ2スロ1。これも強いね。ドンキ使い運用しながらしかも高速変形も詰めると、これワンチャン今でも使えるんじゃないかな。続いて三日月さん、高速変形2、砥石高速化2、スロ3スロ2。砥石高速化が結構強いよね。はい、続いては弱点特攻の語跡を見ていきたいと思います。ルルポンさんからいただきました。 KO 術に弱点特攻にスロー3 1個、スロー1 1個、強いですね。これチャージアックスにも欲しいな。チャージアックスにも欲しいし、これ多分残裂鉄鋼ライトとかでもかなり使えるんじゃないでしょうか。めちゃくちゃ強いわ。続いてゼニガメさん、弱点特攻に回避性能にスロー3スロー1。もう強いしか言ってないけど、これも強いよね。だから今作回避性能が少し弱いって言われてるんだけど、でも言うてもその弱点特攻についてスロー3スロー1がついて、おまけに回避性能がついているってだけでもう超絶当たりだよ。はい、続いてユさんからいただきました。弱点特攻にガード性能1、スロット3と。これ確実にチャージアックス用の戸籍だよね。チャージアックス基本的にガード性能1あれば運用できるんで、これはかなりチャージアックスにドンピシャですね。続いてヤクモさん、弱点特攻にガード強化1、スロー2スロー1。スロー3ではないけど、まあ大体スロー2があればどんなスキルもつけられるっていうのと、あとガード強化がいいよね。これもチャークとかじゃない、羨ましいな。続いてクロスケさん、弱点特攻に回避距離アップ3、スロー3と。これもかなり、いやどうだろうね。でも回避距離さ3つくと明後日ぐらいまで行くんだよな。明後日ぐらいまで行っちゃうからちょっと運用難しそうだけど、ガンナーとかだったらかなり強いんじゃないかな。続いてキキエッチさん、キキエッチさんでいいの読み方、キキュウさんかな、わかんないけど。強靭研磨に弱点特攻にスロット3と。いやこれも強いな。強靭研磨あるのマジでいいね。強靭研磨って解けば多分これ2だと1分ぐらいだっけかな、1分ぐらい切れ味がずっと下がらなくなるから、達人芸積まなくてもいい感じになるよね。もうあれやね、しかもめちゃくちゃ多分嬉しすぎてめっちゃブレてるやん。はい、続いては弾丸節約の語跡を見ていきましょう。カキピーさんからいただきました。弾丸節約に脳刀術1、スロット3スロ1ということで、まあ、弾丸節約2と、まあ、スロ3で弾丸節約3つけられるし、さらに1スロもついていると。意外とガンナーって1スロ結構使うから、この1スロ空いてるのかなり偉いね。しかも脳刀術、これサポートをやるときに罠つけるときに納刀するので、もうかなり腐らないスキルだと思いますね。いや当たりですねこれは。それでは続いてマスミンさん、弾丸節約に装填速度にスロット3と。これもうめちゃくちゃ強くない？装填速度も上がるし弾丸節約もできるしスロット3も空いてるしで、もう結構やっぱさっき言った通りにガンナー結構1スロ使うことが多いから、この語跡はかなり強いと思いますね。はい、続いては体術関係の語跡を紹介していきます。まず一つ目、ケッケさんから、回避距離アップに体術にスロット3スロット2ということで、これかなり弓使いとか双剣とかの人は欲しいんじゃないかな。まあ、回避距離アップ2がまあ人によっては使いにくいとかもあるかもしれないのでわからないですけど、まあでも強いよね。続いては SK さんの語跡になります。これケッケさんのとちょっと似てるんだけど、この SK さんのは回避距離アップが1、体術3、スロット3スロット2ということで、回避距離アップが1減って体術が1増えたバージョンですね。こっちの方が使いやすいっちゃ使いやすいのかな。まあ両方ともスロット3スロット2なのでかなり優秀ですね。
まあ、これは人によってかなり変わってきそう。はい、続いてこれ体術のところに言っていいのか分かんないですけど、通常弾連射や強化レベル2体術3スロットに、これやばくない？これ弓使い人はもう喉から手が出るぐらい欲しいでしょ。やばいよねこれ。基本的になんか弓使いって体術読んで止めてる人多いから、もうこれだけでほぼほぼ弓の必須スキルを解決できてしまうっていう、もう超ぶっ壊れ5石ですよねこれ。最強です。はい、それでは神5石を超えた宇宙レベルクラスの超ヤバい5石を紹介したいと思います。まず一つ目、ロベルト T さんからいただきました。脳頭術3、弱点特攻2、スロー3、スロー1、スロー1。もうこれはやばいね。これわざわざ説明しなくてもさ、強さわかるよね。やばくない？これ立ち使いの人ガチで欲しいでしょう。もうこれはね、もう見た瞬間やばいなと思った、マジで。ああ、俺の持ってた5石ってマジでカスだったんだなって、この5石を見た瞬間に思ったね。でもこれは本当に殿堂入りですわ。最強です。いや、宇宙です。これはもう最強の上作ろう。みんなで最強の上は宇宙っていうことにしよう。みんな、これは宇宙です。おめでとうございます。はい、続いて2つ目の宇宙を紹介したいと思います。ペコチャンネルさんからいただきました。弱点特攻に境界心1、スロット3、スロ1、スロ1と。これも宇宙だわ。もうこれも説明する必要がないよね。もう宇宙だね。俺もこの5石があったらもっとチャージャー装備強くなるんだけど、多分俺のとこには一生手に入らないようなレベルの5石ですわこれは。いや、ペコチャンネルさんってか、いいの出しすぎじゃない？前世で得積みすぎたでしょ。やばいわ。おめでとうございます。はい、続いて紹介する宇宙は卵さんからいただきました。超会心に見切りにスロット3、スロ1、スロ1。これも説明いらんわ。俺がゲットした超会心にスロットさんがすごくゴミに見えます。俺の超会心泣いてる。もう俺の超会心泣いてるよ。あんなに頑張って出したのに。見切りについてるし、こっち。しかもスロ1もなんかそっちの方が2つ多いし、羨ましいよ。それでは皆さん、最後の5石を紹介したいと思います。ツイッターの方を見てくれれば、他にもたくさんの神5石が眠っているので、よかったらね、見てくれると嬉しいです。ということで最後行ってみましょう。フルルンさんからいただきました。弱点特攻に通常弾連射や強化にスロット3、スロ1。強すぎる。